ブライトン三笘薫、契約延長、これ。イングランドプレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ミッドフィルダー三笘薫、26が、クラブと契約延長に近づいていると、A 専門サイト、チームトークが17日付で報じた。三笘とクラブの契約は2025年まで残されているが、昨シーズンの公式戦で10ゴール、7アシストを記録した三笘には、マンチェスターシティやアーセナルといった競合が興味を示している。ブライトンはスター選手を失いたくないと考えており、三笘と契約更新の交渉を進めているという。話し合いも順調に進められ、同サイトは、契約更新となれば、三笘を連れてきたいジョゼップ・グアルディオラ監督とマンチェスター C の希望は崩れると伝えた。買うなら今が一番安いのにな。延長はいかん。引く手あまたやのにもったいない。シティは除いて、プレミア内だったら別に移籍する必要もないと思うけどな。ブライトンより明確に良いと言えるチームってないし、まあ本人の人生設計のお金のこととかは別としてな。日本人は南米みたいに引退後に一族労と全部養わないと、みたいなのないからそこまで金にこだわる必要ないしな。ブライトンが良いって言っても、デゼルビがやがて引っこ抜かれるのは間違いないからな。契約更新して解除金設定で折り合いつけるのが良いだろ。